じめましての皆さん、お友達さん、こんにちは、トットです。今日からアウトラストというゲームをやっていきたいと思います。頑張ります。ずるずると、新しいゲーム、ノーマル、ハード、悪夢、クレイジークレイジーってなんだよノーマルに決まってんじゃん。続ける、あ、ちゃんと読んでなかった大丈夫かしら。農業部長のサラザールは天候、あ、もう行っちゃったよ、どんどんラジオだからいっか。左ハンドルだ。なんだっけ、精神病院取材かなんかに行くんだよね、この屈強な男がなんだそれ、ここここ。でもさ、なんかさ、あらすじとかもさ、ふんわりとしかわからないよね。どうすんの？もう始まってんの？ここ始まってんだ。あ、読むのね。なんか古くない？2013年9月17日って書いてあるよ。マーコフ精神医療システムでの違法行為。あなたは私のことを知りません。手短に伝える必要があります。監視されているかもしれないからです。2週間にわたってマウントマシップ精神病院でマーコフ精神医療システムズの施設のソフトウェアを調査しました。たった今あらゆる機密保持契約を破っていることになりますが、冗談抜きで奴らをやっつけなければって、なかなか穏やかじゃないところからスタートするのね。恐ろしいことがそこでは起こっているんです。理解できない。自分が見たことが真実なのか半信半疑です。医師たちは山の中で待ち受けているものを見つけて、ドリームセラピーに深入りしすぎたと話していました。人々を痛めつけてマーコフ社は金を稼いでいたのです。この事実を暴露すべきです。なかなか穏やかじゃない。あれに閉じるってどうやったの？あ、閉じた。カメラ。カメラで収めんだ。で、どうやる？なんだこれ？怖いな。駐車場に入れないの？もう始まってる。あ、始まっているらしい。ちょっとどこに行くの？監修がいないよ。何もなさそう。なんだそれ。ジャンプしたんだけど。え？入れる？開かない、開かない。ビデオカメラを持ち上げるには RB。なんでなんで勝手に撮っちゃったの？やめればいい。なんか超バカボロなの。これで走るの？イベントを記録するためにビデオカメラを持ち上げる場合のみ、メモが自分のノートに追加される。なんか勝手に走ってるけど。なんかジャンプしちゃうな。開かないじゃん。え？開かないじゃん。
ピンポンをすんの。あ、視界が、視点が溢れた。何もならない。なんでこの病院。何入れないじゃんね。あ、ダメだ。歯入ってる。ダメじゃんね。ダメだ。なんかすごいごっつい車じゃない？から入るんだ。あ、こういうことか。ここも開かない。開かない。何も開かない。あ、わかった。わかった。わかった。ビデオカメラが起動してる。消えちゃった。登るんだ。え、窓から侵入するの。なんか変な音が出てきたってこと。これで間違っちゃいない。あー怖い、あー怖い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 。いやー、こうてれてってれてのとこだ。ちょっと大丈夫かな。あーあー、落ちそうだった。怖っ怖っ。え、どうするの。ジャンプ、ジャンプ。あ、ジャンプした。どう行きゃいいの。なかなかアホなんだけど。怖いよ、落ちそうだったもん今。あ、あ、ここ開いてる。あ、ここだ。ジャンプして捕まるんだ。あ、怖い怖いよ。ちょっとどうしたらいいんだよ。ビデオカメラ。開くなで、見えないじゃん。これどうしたらいいの。真っ暗なんだけど。なんでビデオカメラがついてんのになんで真っ暗なの。意味がわかんないんだけど。なにこれ。すいません、誰か電気をつけてください。なんかさ、あれ、どうしたらいいの。ビデオカメラの意味なくない。怖い怖い。前がわかんない。何これ。ちょっと待って、怖すぎなんだけどな。わーわー、なんだなんだ。見なくない。怖いよ、真っ暗で。なんかさ、どうしよう。あ、立ち上がった。ずっとハイハイしてたんだ、バカみたいに。待って待って、ちょっと待って、ちょっともう一回入っていい。開けっぱなしにしとけばいいんだよね。これでさ、レックなんだけどさ、 RB で。真っ暗すぎない、これ。明るくできないの。もうなんか意味わかんなくない。しゃがんじゃった。なんか真っ暗すぎて全然わかんないんだけど、これ撮っててなんかなん？え？テレビがついただけ。もう本当にやめてほしいのに。X はしっぱなしだ。けいれんでしょ。開かないドアが開かないよ。バカなのかな。押すか押し続けて開く。あ、開いた。と、怖い。まだなんか変なの出てきてないのに涙出てきちゃった。これね、カナダのゲームなんだって。入る。え、なんだ。あ、なかった。ビデオの赤外線
あ、今見えなかった。 Y を押せばいいの？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。わかんない。で、どこに行けばいいんだろう。あれ？お、押し続けるの？なんかあった。マウントマッシブ精神病。いや、もうこれ読まなきゃいけないの本当にやだ。ノリにしか見えない。この場所を見るだけで具合が悪くなる。1971年ってなかなか昔だよね。スキャンダルの中で政府によって秘密裏に封鎖されたマウントマシップ精神病院は2009年に慈善組織と偽ってマーコフ精神医療システムによって再開された。携帯電話の受信状態は完全に遮断され、怖っ。電波がなくなったというよりも妨害されたようだ。マーコフ社には慈善活動として収益を偽装している長期間の記録がある。ただアメリカだけに限った話ではない。この場所から出られることを考えていたということはどんなことでも重要なことだ。最後にはろくでなしを倒すという伝説となるかもしれない。何？じゃあ伝説の男になるってこと？受ける。え、これなんか音、音、あ、閉まった。トイレが花子開かなくなっちゃった。どういうことなのかしら。え、なんか血まみれ、やだな。何か音が、音がこう、え、何これ、なんで血が滴ってんの。こっちに行けっていうこと。ジャンプ、あれ、ジャンプ、ジャンプ、なんで行けないの。行った。どっち、どっち、こっちは何もない、開かないの、開かないの、怖い怖い。ねえ、精神病院だからさ、ギャーっていう人、なんか聞こえる、ギャーっていう人のやつだよね、きっと。人間が一番怖いんだよ。あ、セーブ中って出た。でもまだ怖い人いないよ。ライブラリー、図書館、なんか、なんか血、あああ、びっくりした、びっくりした、あ、びっくりした、なんだ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 、なんかぶら下がってたけど、ちょっと、何これ、取った方がいいんじゃないの、これ。なになに、真っ暗で何も見えないんだけど、これな、なに、何が起きたの、怖いよ怖いよ。どうしたらいいの。ゆくって言ったって何も見えないじゃない、暗すぎて。なんか何、ちょっとダンマなんだけど、本当嫌だな。やっぱり怖くて暗いんだもん。怖い怖い、なんかこれが落ちてきた人でしょ。なんでぶら下がってんの？何が起きたの？どっちに行けばいいの？え、なんか、うわ、動いたんだけど。触っちゃったってこと？あ、あれ？やだやだ。ああ、奴らに殺されたんだ。やだやだ、やつらとは戦えないって。セキュリティコントロール。セキュリティコントロールからってなんか言ってる。
君はこの恐ろしい場所からとっとと出ていかなければならないって分かりました。さっさと出ていきたいんですけど、怖くて。どっちに行ったらいいの？怖い怖い。怖すぎなんだけど。半泣きだよ自分。あれ、まだ真っ暗なんだけど、怖い怖い。なんか落ちてた。バッテリーを拾いました。バッテリー大事。え、暗いんだ。暗いのは嫌だな。とっとと出る。怖すぎなんだけど。で、どこに。右も左も分かんないんだよね。あー怖い。え、いけないじゃん。あだこのゲーム、ほんと怖い。レロフェー、怖い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 。うわー、おこどされちゃった。何が起こったの？え、終わりなの？もしかして超怖いね。ハゲ、ハゲ出てきた。全然面白くない。I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You are calling. 助けてくれないのだってさ、今の牧師でしょ。怖すぎなんだけど、あんなところから落とされた。内臓が出てるし。新しい目標、精神病院から逃げましょう。だって逃げられないじゃんね。どうしたらいいの？あれ？随分とこの人すごくない？上から落っことされた時にビデオカメラ手から離さないで死守したってすごくない？なんかあった。内部告発者。オルランダ計画。なんだそれ。なんだって？マーコ不精神医療システムズホルライダー計画。なんか悪いことしてたのかな、患者使って。邪圧的な明晰勤務状態。進行したと訴える前例のない規模の形成形態エンジン活動を確認。なんかしたの？ホルモンスケジュールはステージ4で、なんか人体実験みたいなことしてたんだね。肺活量測定により気管支への蓄積はなし。へえ。ヘマトクリット遠心器による赤血球の分離は再び失敗。非常に気がかり。何をやってたの？恐ろしい。差し押さえ令状。事件番号。はっ、え、発作についてだって。何、十分な根拠を持つ？マーコフハードラインセキュリティ担当者が取締役会の前に宣々供述書を作成。環境汚染の切迫した危険がある
精神医療センターの壊滅的なセキュリティ障害。怖っ、何それ。でちゃんと読んでないんでしょらしい。ちょっと待って、どこに行けばいいのかしら。なんか開いてる。なんかとにかく人がいっぱい死んでる。なんか手がかり的なものがないのかな。怖いな怖いな。またガオーってなんかさ、変なごっついおっさんが出てきたら泣いちゃうんだけど。あ、なかった。まただよ。携帯形成起動活動は約 2000ppm で頭打ちになった。ホルモンスケジュールのステージ3を超えると聞けて、さっぱりわけわかぞうなんだけど。なんか悪い人体実験をやってたんだね、ホルモン使って。どうなっちゃう、超人ハルクみたいになっちゃうのかな。怖い怖い。チラッと覗く。チラッと覗くって何だよ、さっぱり分かんない。開かない。なんかいる。なになに、大丈夫なやつ。ちょっと待って、怖い。すごいビビってんじゃん、ね、急にうがーとか来ない。怖い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 ぞ。行くんだけど、なんかいる。これさ、邪魔したら怒られそうだからさ、あ、ダメダメ、取ったらダメ。どうしよう。ハイハイでさ、邪魔しないようにさ、失礼すればさ、怒られない。怖いんだけど、いきなりうがーってきたら怖いね。この音も本当に怖い。怒られなかったよ、なんとか。怖すぎ。この BGM がもう泣いちゃいそうなんだけど。あ、なんか大丈夫だった。ビビリハイハイ大作戦。開けまーす。閉めちゃったよ。人がすごい死んでる。精神異常者だけ生き残ってんの。だからなんだか分かんないの。こっから出てきたんだよね。あ、空港他の。どこに行ったらいいのか分かんないんだけど。いや、ほんととにかく怖い。あ、なんか取った。セキュリティコントロールキーを取った。で、どこ行きゃいいの。私は中にいる。だこりゃ、私は中にいる。あっちとこっちの死体が、血も燃えた跡もある。バーのボトルのように頭が並べられていて、マーコフ社の科学者たちの死体が天井から下げられている。そのバッジにはマーコフ社の先進研究システムと書かれている。マーコフ社の長期にわたる金儲け、表向きには慈善活動により利益を上げてきたはずだ。第三世界だの、莫大な資産だのはクソくらいだ。だって
魔法省はどうして気が狂った人たちがたくさんいる建物で金儲けをしようなんて考えたのだろうか。串に刺された豚のようにって、さっき串に刺されてるおっさんいたよね。怖い怖い。でどうしたらいいのよ。この上に行けない、隠れれるのかな。なんかもうただガクブルなんだけど、どっちに行ったらいいんだ。開かないじゃん。またここ通んなきゃいけないの。襲われたらどうしよう。怖いなぁ。なんかさ、イベントがあるときってさ、1回目大丈夫だけど2回目がとか来たらほんと泣いちゃう。車椅子の人も怖いから、はいはいはいで、そっと行こう。ああ、やだ怖い、やっぱり怖い。ちょっと待って、ちょっと待って、何が起きたの。あいや、大丈夫、すごい逃げれば平気。怖かった、泣いちゃった。やだよやだよ、本当にびっくりした。もう本当にやめてほしいんだけど。なんだよなんだよ。なんか光ってない。なんか怖かった。あだもう。でもなんか光ってるよそこ。なんかあった。何もない。びっくりした、怖かった。ああいうの本当にやめてほしい。わかった。ほらね、絶対なんかあると思う。すぐジャンプした。わかった。開かない。バカなことをやっています。足が入ってる。何をしているの。あらあら、フィットネス。なんかある。怖いな。なんでバラバラになってんだろう。はい、バッテリー。あ、カメラ使うからか。バッテリーを。なんかさ、ドアがうまく開け閉めできないアホ女なんだけど。怖い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 。あ、ここだ。開いた。進んだってことね。よし。
除できるかな。あ、なんかさっきのハゲが見てる。消してしまったじゃない。どうしたらいいの。ひー、新しい目標、ロッカーに隠れてください。隠れる、すぐ。なになに、怖い怖い怖い。なんかごっついの変なのが、さっき落っことした人じゃないの、これ。怖い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 。早くどっか行ってよ。これは怖いな。まだ出ちゃダメだよ。ちょっとね、人間怖い。大丈夫？地下に行くんでしょ？怖っ。戦ったらいけないんだよね。なんで枕になってんの。いいよ。あ、そっか、さっきハゲのおっさんがブレーカー落としたから。怖いな。セーブしてる。え、見えない見えない。よかった。こっちに行ったらいい。ここで出てきたら泣くんだけど。なんか声がする。え、ここって飛び越えられない。え、真っ暗で何も見えない。なんだよね、私。ここに来て、こっち行って。こっちは何もなかったんだっけ。やだ、怖い。で、飛び越えて。見えない。見えない、見えない。え、ここ行けなくない？いけた。何これ。ガスポンプを2つとメインブレーカーをオンにしてジェネレーターを再起動しましょう。わかりましたって。でもどこに行ったらいいのかさっぱりわかんないのです。ぶら下がってるし、人が。
あれこっちから来たんじゃなかったっけ。全然わかんなくなっちゃったよ。こっちどっち。ドアが開けられないの私。余計に怖いんだよね。自分のさこうさなんかビビってるさ息遣いとかさそういうのが大きいからさ余計怖いよ。超ハーハー言ってるんだ。
びっくりした、ぶら下がってる人だな。あ、ここのマットの下に隠れられるんだよね。すぐ出てきた気がしたんだよな、先生とか言う。すぐ隠れられるかな。何やってんだよ、もうビビりすぎだよね。やっちゃった感じがたっぷりだ。さっきのところに行ってさ、ボタンみたいなところをさ、こうまっすぐ行って、そこだよ。超やだ！どこだよ？何バカなことやってんの？マジで意味不明、自分。電気ついた。こっち行って、こっち？はい、迷子。また分かんなくなっちゃった。いや、どうしよう。もう絶対やだ。キーンって耳鳴りして
てる。ぶん殴られて耳鳴りしてんだ。ああ、せっかくあそこまでやったのに、また死んじゃった。応戦できないのが悲しいんだよ。ほら。なんで絶対殺されちゃうの？ボタン押したところから、ね、したらどうしたら逃げればいい。全然わかんない。外出れたじゃん。え？何がどうなってんの？ああ、進んだの？え？え？なんでこっからなの？死んじゃったの？さっぱりわかんないんだけど、今の死んだの？マジかよ。おいおい、外に出れたと思って大喜びしてたんだけど、死んじゃってたの。信じられないんだけど。ちょっと時間、もうさ、方向音痴発動してるからどこだかさっぱり分かんなくなってんだよね。あれ？ちょっと待って、さっきなんで死んだんだ？進んだよ。で、一回制御システムの部屋に行ってみればいいのかな。ここほら、あ、何これ、何なんだなんだ、うわー、注射撃たれちゃった。 I'm sorry my son, I didn't want to have to do this to you, but you can't leave, not yetSo、much yet for you to 怖い怖い怖い、これ司祭でしょ、なんてことを言うの。間近に言いつけるよ。 Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. なんか注射打たれたの、なんか変な怪物になっちゃうん
じゃないの。うわーでもここまでよく頑張りました。進んだ進んだ。で目覚めたのね。でまたかくれんぼするでしょ。うわ怖い、なんなのこれ、十字架がいっぱい書いてある。やだ怖すぎでしょ。あ、カメラはちゃんと持ってんのね。精神病院みたいじゃな、本当に。今日はここまでだな。本当今日ここまで。今日おしまい。おしまいおしまい。メインメニューに戻るのどうやねん。セーブ終了で。本当にやめますか。本当にやめます。どっち。あれ？何をしてるんだ。本当にやめる。今日はもうここまで。長い間ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お付き合いいただいて頑張りましたけれども、今日はここら辺でお開きとさせていただきます。次回続きから頑張りますのでよろしくお願いします。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それじゃあまた続きから頑張りまーす。まったねー。バイバーイ。怖かった。すごい泣いちゃった。